水沢美香です。今日は令和3年8月28日です。8月26日に 自民党総裁選選挙管理委員会の野田武市委員長が総裁選は9月17日に告示、29日に投開票を行う日程だと正式に発表されました。その2日前の8月24日に自民党の二階幹事長が記者会見で記者の方から、幹事長はこれまで菅総理の再選を支持する考えを示していましたけれど、この考えに変わりはないでしょうかと質問された際、 もちろん変わりはありません。と答えて、さらに記者の方が、菅総裁の再選を支持される考えは変わりないとおっしゃいましたけれども、二階派としても支持されるというお考えということでしょうか。と聞かれた際、二階幹事長は、当然のことじゃありませんか。愚問だよ。と言われたんですよ。 あの言葉を聞いた時に私は唖然としてもう相手口が塞がらなかったんですがこんなにも国民の声を聞かない聞こえない人なんだなぁと改めて二階幹事長の傲慢さに対して失望しましたただどうやらこの発言は二階幹事長が勝手に先走って発言しただけで二階派の中の一部の議員の人たちはこの二階幹事長の菅首相支持という考えに反発しているということがわかりました 8月27日の読売新聞の記事によると、二階派が在京議員の懇談会を8月26日に開いて、二、まあ、階幹事長は欠席されていたそうなんですが、その中で、派として誰を支えるかは議論してほしいと注文がついたほか、この支持率の低さでは全員内死にだと怒号も飛んだというんです。さらに、8月27日の時事 .com の記事にも、10人近い二階派所属議員から、 意思決定はみんなの意見を聞くべきだ。メンバーが生き残れる道を考えてほしいと、その二階派の議員懇談会で、二階派全体として菅首相を支持するという方針の再考を求めるという声が続出したということが報じられていました。つまり、親中派、新官派のドンで、政権与党の自民党の中で権力を欲しいままにしている二階幹事長は、今や多くの日本国民から不信、不満を抱かれているだけではなく、 自民党の中からも反感を買っていて、さらには二階派の議員からも反発されているということなんですよね。8月27日のスポニチでも報じられていましたが、ある国会議員が地元の支援者に何か意見があったら書いてくださいと言って往復はがき2000枚を出したところ、その中で菅政権に対する不満より二階幹事長に対する不満が最も多かったといいます。 ですから、二階幹事長が菅総理を応援すればするほど、菅政権と自民党への国民の支持が落ちていくんです。そもそも、菅総理が二階幹事長の言いなりなんだなと国民が気づいた発端の出来事といえば、東京五輪を開催する際に、習近平国家主席を日本へ国賓として来日させたいとまだ画策していた二階幹事長が、彼は全国旅行業協会会長でもあるんですが、 例の病気がすぐに収束するという甘い見通しのもと、特にインバウンド、四国などからの外国客を当てにして、GoTo キャンペーンをご利用しして行って大失敗したということがあったじゃないですか。結局、旅館やホテルや飲食店が大打撃を受けたわけなんですが、そんなふうにいくら失敗しても二階幹事長はいつもドヤ顔で全く反省してないですよね。 二階幹事長が本当に選挙に強ければ、今までのように二階幹事長の脅しでみんなを押さえつけることができたかもしれませんが、菅二階ラインでは自民党はなかなか選挙に勝てませんので、決して二階幹事長が選挙に強いとは言えません。各種世論調査でも菅内閣の支持率はどんどんと落ちて過去最低を記録しているんです。 菅内閣の例の病気の対策や政治と金の問題など、いろいろと国民の中に不満が渦巻いているんですが、国民から支持が得られないだけではなく、今回二階派の中での分断対立も進んでいるということが明るみとなりました。私は、今度の自民党総裁選で立候補される方々が、もしも自分が自民党総裁になったら、二階幹事長を幹事長のポストから外しますと、そういう考えを明確に持っているかどうかが、 一つの争点になる。有権者の関心事の一つだとさえ思っています。私は以前から二階派に所属しているだけで二階幹事長に数という力を与えてしまうので、志のある二階派の議員の方たちはぜひとも二階派を脱退してほしいですということを訴えていましたが、 そうすると、二階派に所属しているというだけで、必ずしも二階幹事長と考えが同じとは限らないという意見をいただいたこともありました。ただ、今回、少なくとも二階幹事長は、二階派に所属しているからには、俺と意見を合わすのが当然だよなということで、二階派の会合を開いて二階派の人たちの意見を聞く前に、さっさと記者の人たちに、二階派として菅総理を支持するということを表明してしまったわけですから、 二階派は民主主義のもと運営されているというよりは独裁者が牛耳っている派閥なのかなという気がするので、やはり二階派の議員の方たちは二階派を抜けて今回の総裁選でも自分自身がこれぞと思う候補者に票を入れてほしいなと思います。それで自民党総裁選について各派閥の動向が気になるところなんですが、まずは岸田派についてです。 ご存知の方も多いと思いますが、岸田文雄前政調会長は、8月26日に総裁選への出馬、正式に立候補表明真っ先にされて、ライブ中継で記者会見も行われました。その際、岸田氏が言われたことで、私が注目したことたくさんあるんですが、中でも自民党役員の任期を明確化させるべきだと思っている。総裁を除く党役員につきましては、 一期一年、原則三期までとすることによって、権力の集中と惰性を防いでいきたいと思います、と言われたことに大注目しました。記者の方から質問されて、岸田氏は、これは二階幹事長など特定の人のことを言ったわけではないというようなことをおっしゃっていましたが、私が聞いても、これは二階幹事長のことだろうなと想像しましたし、またそうであってほしいなと思います。 私のように思う国民たくさんいると思いますので、もうこの後に及んでは岸田氏もあまりここは隠す必要ないのではないでしょうか。その他にも多くの国民の声を聞いていきたい、それを政治に反映させたいということを強調しておられましたし、党の役員に中堅若手を大胆に採用して自民党を若返らせていくとか、自民党が新陳代謝を続けていける組織であるよう、比例73歳定年制は堅守するとか、そういうことをおっしゃっていたので、 賛同できました。例えば菅総理は次期衆院選で自身の選挙区神奈川2区で落選するのではないかと囁かれていますが、もしそうなった場合、菅氏は73歳超えているので、もう比例の候補には立てないということになり、自動的に国会議員としてはもう終わりということになるわけですよね。 小選挙区で勝てない。要するに国民の支持も得られていないような人が、いつまでも国会議員の座にしがみつこうとしたり、ましてや総理大臣になろうとしたりするっていうのはありえないことですよと。多くの国民がそうしたことを思い、そうした国民の声に耳を塞ぐ菅首相に対して不満を抱いていることを、安に岸田氏は示唆したとも言えるのではないでしょうか。さらに自民党本部が河合安利氏陣営に渡した1億5000万円について、 中国新聞の記者の方から聞かれた際、岸田氏は、その1億5000万円が買収の原資に使われていないことをしっかり証明することが自民党本部としては大事なのだけれども、菅総理も二階幹事長も、検察に押収されている書類が戻ってきたら説明すると言っていて、もうその書類は戻ってきているのだから、自民党本部としてしっかり国民に説明責任を果たすことが大事だと。 そうした取り組みの後押しを岸田氏自身もすると、そういうことをおっしゃっていました。これも国民からの信頼を回復するという点においては、自民党にとってとても重要なことだと思います。岸田氏へは、例えば私個人としては、スパイ防止法の制定が急務だと思うけれども、それについてはどういうお考えかとか、後位継承について、万世一系の男系男子の皇統を守るという観点から、 旧宮家の復活が必要だと思うけれども、それについてはどういうお考えかとか。そしてこれは岸田氏だけではなく、高市氏や下村氏へも尋ねたいことなんですが、消費税の減税について、そもそも例の病気が発生する前に消費税を10%に増税したせいで景気が低迷したということがありました。それに加えて病気の蔓延というのが発生したわけで、多くの国民が消費税の減税を望んでいます。 この消費税減税についてどういうお考えかということをぜひとも聞かせていただきたいです。それから岸田派以外の派閥の動向も気になるところなんですが、その前に派閥に属していない高市さなえ元総務省についてですけれども、高市氏が月刊原田のインタビューで憲法改正による国防軍保持の明記を主張したということが8月26日の東京新聞に書かれていました。 高市氏は、四国や北の軍備増強を国防上のリスクと位置づけて、先進装備調達や研究開発と防衛費増額が必要とし、ミサイル攻撃に関しては、敵基地機能を一時的に喪失させる攻撃を可能にする法整備を訴えたということです。高市氏は国家間がしっかりしていますから、こうした安全保障という面でも期待がかかります。 尖閣諸島への公務員常駐などもぜひとも実現していただきたいところです。ただ、推薦人20人集めるのを苦労しているのではないかという報道もあったりして、先ほどの8月27日の読売新聞でも、安倍前総理が所属している細田派、政和会ですが、その政和会から高市氏に推薦人を貸すなど協力するという話は聞いたことがないと。 その政和会に所属する下村博文氏を支援する衆議院議員が話していたという記事が載っていたので、ちょっと気になりました。私のチャンネルの動画のコメント欄に時々書いてあることなんですが、どうせ自民党の国会議員は選挙に勝ちたいだけでしょうという意見が少なくありません。 もしも今回菅総理を支持しないという人たちが選挙に勝ちたいからっていうだけの理由だとしたらそれは長老たちと同じような私利主欲の下で政治を行っていると言われても仕方ないと思うんです国民は素朴に一途に国益のこと国民の利益のことを考えて尽力してくださる政治家を望んでいるんですですから自民党の国会議員の方たちはこの 例の病気という国難の時期に、国益のため、国民のために政治を行うという志を持って、今回の総裁選の候補者の推薦、そして投票などをしっかりと行っていただきたいです。高市氏の推薦にも20人集まって、活発な政策論争が自民党内で行われることを私も期待しています。 それで各派閥の動向なんですが、96人の会員がいる最大派閥の細田派は、細田博之元官房長官細田派の会長が菅首相の指示を表明しましたが、派としての方針は保留となっています。この細田派に所属している下村博文政調会長が総裁選へ出馬の意欲を示されています。8月27日の産経新聞によると、下村氏は、 推薦人はすでに20人以上協力をもらえる予定だと話しているということです。加えて、8月27日の時事 .com には、26日に総裁選出馬の支援を求めるために下村氏が安倍氏と面会したと明かした上で、私としては自身の出馬に安倍氏は前向きだと思う。しっかり話を聞いていただいたと記者団に語ったということです。それから、 会員が53人いる第二派閥の麻生派は、会長の麻生太郎副総理兼財務大臣は、菅首相の支持の立場なんですが、派としての方針はやはり保留だということです。続いて、会員52人の竹下派は、会長の竹下渡元総務会長が、菅首相の支持を基本姿勢としているものの、26日に行われた竹下派の会合で、 派としての方針は保留としたということです。会員47名の二階派は先ほどお伝えしたような様子で、会員46名の岸田派は基本的に岸田氏支持でまとまっているんですが、平井拓也デジタル改革省が、この方は岸田派なんですが、この総裁選について記者から質問された際、議員個人の考え方を話す場ではないと思う、どうかお許しいただきたいと語っておられました。 菅内閣や自民党執行部の間で、菅氏の総裁再選を支持しない人は、村八部にするような空気が流れているのだとしたら、それはちょっとおかしいと思うんですよ。そうでないことを祈ります。それから、会員18名の石破派は、会長の石破茂元自民党幹事長が、総裁選への不出馬を示唆していて、派の方針も保留だということです。 石破派の会員数なんですが、休会中の人もいたりして、20名には届かないので、派閥の中だけで推薦人を集めようと思っても、ちょっと難しいということもあって、今回総裁選へ慎重な姿勢を示しているのかなとも感じられます。そして、会員10名の石原派なんですが、会長の石原伸晃元経済再生相が、派として菅首相を支持することを表明されています。 ということで今日は自民党総裁選についていろいろとお伝えいたしました。それから前回もスーパーサンクス、サンクスボタンでご指示をしてくださった方々、ありがとうございました。とっても感謝いたしております。そして、いいねボタンを押してくださったり、コメントを書いてくださったりした大勢の皆様、ありがとうございました。とっても感謝いたしております。今日は自民党総裁選のことを語りましたが、 二階幹事長はこれで自分が断固支持表明をしている菅総理の再選が決まらなかったら本当に自民党幹事長の座を追われることはほぼ確実でしょうから何が何でも菅総理再選のためにあの手この手を尽くしてくるだろうと想像できます私は日本の国益のためにももうこれ以上二階氏が自民党の幹事長のポストに留まってほしくはないと思っていますので おかしな動きがないかウォッチしながら私自身も次期総裁、誰が適任かとしっかり見極めて党員党友投票に臨んでいきたいと思います。皆様も自民党の総裁選もしくは次期衆院選で誰が日本の国益のために尽力してくださる方かをしっかり見極めて投票していただけたらと思います。お願いいたします。はい。今日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございます。 励みになりますので、チャンネル登録や高評価ボタンなどお願いいたします。失礼いたします。